孤独を意味するソレダーに、ソレアの名は由来しています。しかし孤独なだけでなく、聖母マリアのような慈しみの心をも織り交ぜた懐の深さ、格調の高さは、フラメンコの母と呼ばれるにふさわしいものです。蟹田真由美です。フラメンコの代表的な曲種について、特徴や踊るための基礎となるコンパス、そして私の振り付けを一例に構成について解説していきます。私が踊りますデモンストレーションを参考にして、それぞれの曲種の全体像やイメージを皆さんに自分なりに掴んでもらえれば嬉しいです。ぜひあなただけの表現を見つけていってください。ソレアは12拍で1コンパスとなり、3、6、8、10、12にアクセントがきます。このコンパスを踏まえて、踊りは振りを、カンテは歌詞を、ギターはメロディーを乗せて一つの曲を作っていきます。基本アクセントを理解しましょう。パルマはこのコンパスをベースに様々に叩きます。基本アクセントを意識して見てみましょう。歌振り、エスコビージャなど振りのすべてにコンパスが根付いていることを理解しましょう。ソレアはいくつかのレトラとエスコビージャを組み合わせて踊っていき、ブレリアで終わります。今回は一つの例として、次のような構成で踊ってみます。ギターの後カンテサリーダと続きます。そして
レトラを呼ぶためのジャマーダを入れ、レトラ1を踊ります。その後に今回はファルセータが入ります。続いてエスコビージャ1を踊り、シエレで締めます。次のレトラ2の後もシエレで締め、エスコビージャ2に入ります。そしてジャマーダの後、ブレリアを踊ります。この構成を頭に入れて次のデモンストレーションを見てみましょう。そしてコンパスという原則やジャマーダなどの約束ごとに基づいて展開している様子を理解してください。Ole, viva mi Ramón, viva Sevilla. Ole. Hey, ole, ole, no hay tal que toca bien.Alza, alza, alza.
Toma que toma.
私が信頼する素晴らしいアーティストを招いて一生懸命踊りました。私のこの踊りが皆さんに少しでもお役に立てるのであれば、こんなに嬉しいことはありません。私もフラメンコの世界で生きる者として、これからも頑張っていこうと思います。皆さんも頑張ってください。